はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ、今週投稿がね時間がやや遅れましたが申し訳ありません。というのも撮ってるのが、本日3月8日ですよね。3月8日の今、20時5分に撮っております。本当は投稿しなきゃいけなかった時間なんですけど、本当にすいません。いろいろありまして申し訳ありません。ちょっと遅れました。で、今週のテーマがですね、親は子供のために何ができるのかというテーマです。で、まあまあなんとなくこう話の筋が見えやすいテーマではあると思うんですが、なんでね、これちょっと前からこのテーマ話したいなと思ってたんですけど、ちょっとこのタイミングで振った理由がいくつかあって、まあ、ちょっと受験が落ち着いてきた方が増えたっていうところと、東海オンエアさんとかのねおかげで今視聴者、新しい、このチャンネルを知っていただいた方が非常に増えているところでもあるので、みんなからの意見をちょっと聞きたいなと思ってね、このテーマを喋らせてもらいます。なので、まず1個お願い先にしてさせてもらうと、みんなが、まあ、学生のみんなからしても結構これ親御さんも聞いてくださってたりするので、学生から思う、みんなが子供からね、子供側から思う、親に、まあ、こうあってほしいというか、こうしてほしいみたいなまあ言い方とかさ、表現はいろいろあると思うんだけど、それをちょっと聞いてみたいっていうのが一つで、もし親御さんがもしね聞いていただいてコメント書いていただけるようであれば、まあ、子供のためにっていう部分はどう思っていらっしゃるのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思います。これは一教育者としてもそうですし、一父親としても聞いてみたいなと思うところなので、よかったら書いてみてください。でですね、まあまあこれはまあ普段から思ってることです。これはすごく、まあ、自分が父親になったからっていうのももちろんあるとは思うんですけど、やっぱり教育って携わってるとですね、いろんな親御さんに会います。はい、いろんな親御さん、いい意味でも悪い意味でも、はい、反面教師だなって思う親御さんもいらっしゃいますけどね。で、今回コロナの関係があってですね、いろんなというか、そうだね、いろんなメディアの方からちょっとインタビューを受けました。表に出てるものもあれば出てないものもいろいろあるんですけど、で、意見を求められる中で非常に多い質問がですね、まあ、家に突然というか、子どもたち学校行けなくなってしまったのでいるじゃないですか。そうすると、まあ、働いてない場合ですと親御さんとの接点が急に増えますよね。で、まあ、子どもも親も不安なわけですよ。急に学校行けなくなっちゃったから。そんな中、その親はどうあるべきですかみたいな、この1ヶ月間をどう支えたらいいですかみたいな質問は毎回されたのね。で、まあ、それが考えるきっかけにもなったっていうところにはあるんだけど、で、自分がねよくそこで言うのが、まあ、いろいろ長く喋っていいなら長く喋るんだけど、こう簡潔に喋った方がいいなと思うからさ、インタビューとかで。いつも言うのが、その親が監視者、監視する人間とか管理する人間になりすぎないようにするのが大事だと思いますみたいな話をします。というのもですね、まあ、学生みんな子供側からするとさ、勉強はまあせなあかんことじゃんでしょ、しなきゃいけないことじゃないですか。で、それを本当に勉強してるのっていうチェックする人間、まあ、監視する人間だよね、まあ、それがもちろん親の役目ではあると思ってるけども、親がそのポジションだけにいてしまうとですね、窮屈になっちゃうんですよ、子供が。で、子供が窮屈になるとですね、うまく回らなくなるんですね、人間関係が、そこの家族関係が。だから、まあ今はね、共働きで働いてらっしゃるお父さんお母さんも非常に多いので、そんな時間ねえよと思うかもしれないんですけど、よく自分が、まあ、塾講師の時もお願いしてたのが、お母さん、お時間ね忙しいの本当に重々承知で生意気なんですけど、何か一緒に勉強するっていうものを見つけていただけないですかねみたいな話を、まあ、したことがあります。それをね、つまりお母さんはお母さんで何か頑張ってるんだっていうのを見せていくことで、それってね、子供たちがその親から見て大きな変化にならなくても、やっぱり感じるものがあるわけですよ。はい、言われてるだけじゃなくて、お母さんも頑張ってるんだっていう。それがもしな、資格なのかわからないです。資格とかでもいいと思いますし、例えばユーキャンみたいな感じでねいいと思うんですけど、そういうの資格取ってる暇ないよっていうんであれば、まあ、自分の動画でね勉強してくれてる子が多分このチャンネルで今来てくれてるので、自分のチャンネルの動画を、まあ、一緒に覚えるとか、ちょっと一緒にやってみる、完璧じゃなくてもいいから、
とかってやると少し変わってくるんですよね。そう、なんだろう、監視する人間と監視される人間の関係から一緒に二人三脚までいかなくても一緒に前に進んでいくっていう関係ができるので、そういったもの、この1ヶ月っていうその期間をそういった関係でいられるようにするのがポイントかなっていうのをよく話します。で今回ね、まあ、テーマとして親は子供のためにという話をしたんですけど、まあ、テーマとしてね挙げたんですけど、自分は親の役目として必ず心がけてることが1個あってですね、まあ、まだうちは6歳と3歳なのでそこまでねその心がけてることが顕著に表には出ていかないんですけど、その親は子供の歩くレールを決める立場じゃないっていう、決めちゃいかん、でもじゃあ放任主義で好きな道歩いといてっていうのも違うの。何かっていうと選択肢を見せてあげるのが俺は親の役目だと思ってる。つまりこういうレールもあるよ、こういうレールもあるよっていう選択肢、やっぱりさ親の方が長く生きてる、長く生きてる分、まあ、いろんな経験を経験値は積み重なってるから道とかも知ってるわけで、この道に行ったらこういう失敗もするしこういう成功もあるよっていうのも言ってあげれる、ある程度は。だから選択肢を与えてあげる、で選択肢を与えた上でどれがいいって自分であとは調べてごらんみたいな風でいいんじゃないかなって思ってるのね。そうで、まあ、今回は、ね、それはもちろん親の役目ってそれだけじゃないしいろんな面があるんだけども、なんか勉強とかに関わって言うとその辺をすごく思ってます自分はね。まあまあこれに関してもいろいろね意見もあると思うので、もちろんはぁって思うかもしれないんですけど、まあ、それが俺の意見だというのはちょっと伝えたかったなと思って喋りました。でまあそれに関してね、まあ、皆さん最初にもお願いしましたけど、皆さんにもねなんか意見書いていただけると、ああなるほどなーなんていう風に勉強になると思いますんで、よかったらコメント欄書いてみてください。でですよ、で今回ちょっと短く済ませようと思ったけど、ちょっと最後に1個だけいい？あのね、昨日だよね、東京でちょっと仕事があって、である学校の小学校の先生とね、ちょっと話しましょうみたいな言って、ガスト行ってね一緒にご飯食べながら話したんですよ、いろいろ。そうで、やっぱりさ学校の先生にもともと自分のこういうね YouTuber 教育 YouTuber なんてっていう言われてるのは分かってたし、自分のこの活動をすごく有効的に捉えてくださってる、その会った先生はもちろん有効的に捉えてくださってたんですけど、そういう方もいらっしゃれば、はぁ？みたいな方もいらっしゃるわけですよ。でもちろんその先生はね、いろいろあった、いろいろ話してくれたりとか、自分の活動のいいところ、悪いところ、悪いところ、メリット、デメリットとか、その動画を子供たちが使うことによるメリット、デメリットとかも冷静に考えてくださってたから、すごい勉強になった。自分の中でもね。でもね、やっぱ聞いたん、いろいろ。話を聞いてるとさ、すごいね、まあ、YouTuber っていうものに対するその、ね、嫌悪感を持ってる先生がいるっていうのはね、ああ、やっぱそうなんだなと思って。でこれまあまあ別に実名出さないからいいと思う、怒られたらちょっと動画消してるかもしれないけど、そのなんか将来の夢を書かせるみたいなのがあったらしいんよ、小学生の6年生には書かせたのかな。その時に YouTuber って書いたらね、変えさせるっていう夢を、それダメだから変えて、すごくないこれ俺も呆れてさ、もうごめんね、まあ、分かる、 それがなんだろう、普通って思うかもしれない、思う方もいるかもしれないけど、俺は呆れちゃったわけよ。いや子供が書いた夢変えさせますみたいなそれをね、まあまあいいよ、100歩譲って心の中で笑うならいいわまだ YouTuber とか言っちゃってるわみたいな、子供ねみたいな、まあまあまあいい、顔じゃなければ相手に伝わんなきゃ許そう、それを行動で変えさせるっていうね、いやーそっかそっかって思ったよね、頑張ろうって思った、マジで頑張ろうって、いや思ってたよ、頑張るけど、うん、やっぱりなんていうのかな、食わず嫌いな方って多いと思う、 YouTube を介してね、食わず嫌いな方って多いし、で実際変な人もいっぱいいる、変な人いる、それは事実だわ、 YouTube やってる人間の中にね。この前さ、俺目覚ましテレビに取り上げてもらったんよ、自分の活動を、初めてフジテレビ初めてだったの、これで一応ね民放全部揃ったんだけど、一回出たことあるからこれで、で初目覚ましだよって紹介してもらってさ、超嬉しかったの、前日に電話インタビュー受けてね、おーいいか、しかも動画も使ってくれてるやんみたいな、ありがとうございますって思ったらさ、自分の放送の直後に YouTuber の不祥事だったからね。いやマジさ、あのさ誰だと思う、知らないんだけど、その YouTuber あの不祥事も
もうそういうやつがいるからそう思われるんだわって思いましたけど、でもしゃあないっす。いろんな人間がいるから、そう、ただしょうがない。どの業界でもそうだと思うからね。そうだからまあまだまだもちろん、時間はかかるしね、意識を変えていくのは難しいかもしれないけど、それがまあ5年10年経った時になんか YouTuber に関する、まあ、教育 YouTuber に関する認識がさ変わってったらやっぱ嬉しい。自分も嬉しいし、でみんなもさ今、まあ、高校生中高生多いから14とか、まあ、10高校生17とかでしょ。10年経ったらさ24とか27じゃん。下手したら結婚してるかもしんないじゃん。みんな子供いるかもしんないでしょ。10年後、その子供になった時に、まあ、自分がまだ活動頑張っててさ活躍できてたら、あママもさみたいな、あまあそんな年いってねえか、もうちょっと先かもしんないけど、まあもう実はこの人でね勉強してたのよなんて会話が出てくるとしたら、いやーマジでニヤニヤする想像するだけで。まあそんなことを思いながら過ごした土日でした。そう、まあ、絶対みんなに関係ないんですけど、実は自分2020年のテーマで人に会うっていうのをすごい今年大事にしていて、いろんな人に会おうって思って積極的にね会うようにしているの。そうだからいろんな人の話を聞いて、いろんな視野をまあ見て、視野と考え方に触れて、なんか自分のスキルアップ、レベルアップ、そしてなんかこれからもう35になるから、そうだよ、もうこれ来週のダラダラジオの時35になってるから、これ3月11日誕生日なんでね、そうなってるから、なんか改めて自分の方向性っていうのを今年ね見定めるというか決めていく年だなって思って、まあね、いろんな人に会ってるわけなんですが、まあ、またちょいちょいねこういうなんか感じたことがあったらここでね共有しようと思うので、よかったらまた聞いてみてください。では、ね、今週のダラダラジオ、すいません遅れて申し訳なかったんですが、現在は、8時17分でございます。急いで今から編集して投稿しますので、でまた来週はですね35歳になった配置、一皮むけずに、そのままありのままでねまた喋っていきますので、よかったらまた次回もお付き合いください。では今週のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。